長崎の暮らし経済ウィークリーオピニオン、今週も平家聡 NBC 論説委員とお伝えしていきます。平家さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマはこちらです。雲仙市が美食都市にですね、日本で初めて美食の観点から都市を表彰する美食都市アワードが創設されまして、第1回の受賞都市に雲仙市が選ばれたんですね。はい、これすごいことですね。51都市の中から今回選ばれたということです。雲仙市といえば、県を代表する農産物の産地というイメージがありますね。そうですね、そこに文化的な面も加わるんですね。はい、アワードが定義した美食都市というのはですね、食文化と地域の魅力を融合させた特別な都市のことを言うんですね。はい、ちなみに雲仙市以外だとどういった都市が選ばれたんでしょうか。はい、今年度の受賞都市は5都市なんですね。はい、雲仙市以外はですね、帯広市、山形県の鶴岡市、金沢市、京都府の京丹後市なんですね。地域固有の文化と食の魅力を生かし、文化やビジネスを生み出して、観光客を引きつけ都市の価値を高めたというのが評価されたんですね。はい、で、雲仙市は九州で唯一選出されたってことなんですね。今回雲仙市がこう評価されたポイントっていうのはどこなんでしょうか。はい、事務局によりますと、雲仙市について特に評価されたのは、良い野菜を生産する土壌があって、良い料理を提供する飲食店があるという点なんですね。良い野菜というフレーズがありましたけれども、今回の受賞への流れは、ある一人の農家の存在というものが全ての起点になっています。雲仙市の農家、岩崎正俊さんです。一般に売られている野菜のほとんどは品種改良された種を毎年種苗会社から買って栽培しています。しかし岩崎さんは種を買わずに栽培した野菜から種を取って畑に植えて育てるという手法を取っています。こうして作られる野菜は在来種と呼ばれます。個性を知る意味ではいいですね。その作物の性格を知っていくっていうか。全国的に大量生産に向いた品種ばかりが作られ、各地の在来種は途絶える寸前のところまで来ていました。岩崎さんは野菜を根気よく育て、時間と手間をかけて種を取ります。3年後とか4年後とか、自分が守ってきた種を自分が そこでその植えると、その種は全部もう自然界から消えていくっていうか、守り続ける素晴らしさ、守り続けて延長にその野菜がなんかご褒美みたいにして、なんかその風土とか土地に馴染んで力を発揮してきたっていうか。岩崎さん、まさに種取り野菜界のパイオニアだなと感じたんですけど、やっぱりその野菜の美味しさっていうのが多くの人を引きつけてるんですよね。そうですね、岩崎さんが作る在来種の野菜の美味しさっていうのは、全国的にも知れ渡っていまして、生産者や料理人など多くの人に影響を与えてるんですね。雲仙市で育った野菜、そしてそれを提供する飲食店の存在も美食都市アワードの選出の決め手になりました。はい、雲仙市千々和町の農家、荒木さん。岩崎さんなどから刺激を受け、農薬を使わず化学肥料も使用しない有機栽培も行っています。この土地を守ったりであるとか、いろんなことが有機でやると物語というか、そういうストーリーも出てくるし。こちらの畑ではグラウンドペチカという瑞穂町が発祥のジャガイモを有機栽培で育てています。常に日頃から野菜と向き合ってみるっていうところもあったりとかして、実際 やり始めてすごく楽しくなった部分がすごくあって。雲仙市千々和町にある野菜の直売所、タネトです。こちらでは在来種を中心に地元で採れた野菜を販売しています。経営する奥津さんは東京から移住してきました。岩崎さんの野菜に惹かれた一人です。畑を見て、本当に野菜のあり方とか生き方に感動して、リスペクトして移住してきたって感じですね。野菜素材をこだわろうと思ってずっと掘っていくと、最終的に岩崎さんに行っちゃうんですね。守り継ぐという信念を持った農家の人々が手間をかけて育て収穫した野菜ばかりです。以前は地元で販売できる場所が限られていましたが、今ではこの種とが流通の面で農家の人々を支えています。
美味しいですよね。楽しいですね。ずっと味が違う。個体差あるし、季節差あるし。鹿児島から旅で野菜をちょっと知りたくて、今雲仙でどういうことが起こっているのかっていうのをこの目で確かめたくて。3年前に移住して2年前に店できたんですけど、この生命力とエネルギーがすごいんで。岩崎さんの野菜が生産者それから流通に影響を与えるっていうのは素直にすごいなと思います。そして今回評価のポイントとして、この伝統野菜を提供する飲食店の存在もあるということでしたが、まあ、どんなところにこだわっているのかちょっと気になります。そうですね、まあ、生産者の思い、はい、まあ、それから伝統野菜そのものの味を大切にされているお店を取材しました。雲仙の温泉街、地元産の有機野菜などを使った料理を提供する雲仙福田屋。ここでは素材の特徴を最大限に引き出した天ぷらが提供されています。岩崎さんという方が作られているあの在来種、そういったお野菜を中心にあのお客様にお出しするような形ですね。美味しいの上の感動を引き起こしてくれる味というかですね。黒田五寸人参は1本を丸ごと低温で40分かけてじっくり揚げます。天ぷらの衣で包み込んで香りを閉じ込める形ですね。本当宝物を扱っているような感じですよね。もうよく食材探しじゃなくて宝探しってよく言ってるんですけど、本当半島にはもう本当宝物がいっぱいあるっていう形ですね。こちらは小浜の温泉街にあるレストランビアード。シェフの原川さんは生命力に満ちた宝物に魅了され東京から移住しました。これが葉ごぼうっていうごぼうですね。温泉水でじゃがいもをクタクタにしたものですね。本当にその素材を生かすこと、あまり自分のエゴは出さずに。岩崎さんの野菜に出会い、2021年に小浜に店を開きました。種を取ってその地に、根ざしたお野菜というのはもうその土地でずっと暮らしているので、味も味わい深いですし、納得できる素材をふんだんに使える環境に身を置く原川さん。今回の美食都市アワードの受賞には特別な思いがあります。岩崎さんのお野菜、在来種のお野菜、それを、に注目してほしいという思いで移住してきたので、その評価をいただけたっていうのは、まあ願っていたことなので、まあ、すごく嬉しいですね。いや、プロの料理人に宝物と言わしめる野菜ですよ。本当にどれも美味しそうでしたね。そして今回ね、こう雲仙市が取り上げられましたけども、長崎県内は本当に食材の宝庫ですから、それをどう発信していくかっていうのは今後重要になっていきそうですね。そうですね、まあ、やはり食っていうものは観光体験の中では中心になるものですし、まあ、観光客を引きつける最大のものとも言えますね。はい、雲仙市はその一つのいい例になりそうですね。そうですね、食文化をまあ都市の戦略に取り込むことで、まあ、何か新しいビジネスが生み出される可能性もありますね。はい、まあ、世界に向けて地方都市が存在感を発揮するために、食の重要性はますます高まっているというふうに言えますね。まあ、地域ならではの食文化を楽しむことを目的とした旅のことを、まあ、フードツーリズムというふうに言いますけれども、はい、まあ、長崎はフードツーリズムの聖地になっても良いというふうに思いますね。はい、ただ多くの方々にこの良さを体験していただくためにはアクセスの改善は必要でありまして、まあ、これは雲仙市に限らずですね、長崎全体の課題だというふうに思いますね。はい、この点を改善していけばですね、まあ、長崎がフードツーリズムの聖地になるポテンシャルは十分にあるというふうに思います。うん、まあ、明日美食都市アワードの授賞式が行われます。はい、まあ、長崎県内の他の地域がですね、まあ、今後続々と美食都市アワードをこう受賞することに期待したいというふうに思います。はい、ウィークリーオピニオン、ここまで平家聡 NBC 論説委員とお伝えしました。平家さん、ありがとうございました。ありがとうございました。